ヨハンカール・フライエス・レーベンは、ドイツの鉱物学者である、ザクセン鉱山局の局長を務めた、ザクセン選定高梁フライベルクに生まれた。1790年から1792年まで、フライベルク鉱山学校で学び、アブラハム・ゴットロープ、ウェルナーの指導を受けた。ここで、アレクサンダー・フォン・フンボルト、レオポルト・フォン・ブーフ、エルンスト・フリードリヒ・フォン・シュロトハイムと知り合い、 学術旅行に加わった。中でも、フンボルトとは、修正の友人となった。1792年から1795年の間、ライプチヒ大学で法学を学びながら、ライプチヒ近郊の調査を行った。卒業後、フンボルトと共にサボアとスイスの学術旅行を行い、1796年から、ザクセンのマリーエンベルクで、1799年から、 ヨハンゲオルゲンシュタットで鉱山技師として働いた。1800年にアイスレーベンの鉱山の責任者に任じられ、同鉱山の改良に関する著書を表した。その後、フライベルクなどで働き、1838年にジギムントアウグストボールフガングヘルダーの後を継いで、ザクセン鉱山局の局長に任じられた。1817年にマールブルク大学から名誉博士号を受け、 1828年に、ベルリン科学アカデミーの会員に選ばれた。1846年3月、ニーダー・アウアーバッハの王道校へ出張中に死去。鉱物フライエスレーベン・アラガネに命名された。ありがとうございます。